水酸化銅は化学式 CU2 で表される2価の銅の水酸化物で比重2.368分子量 97.56CAS 登録番号は20427592青白色粉末または青色結晶で水気酸に不要アンモニア水シアン化アルカリ溶液に削塩を作って溶ける特にアンモニア水に溶かした時に生じる 銅アンモニア作体はセルロースを可溶化するため、銅アンモニアレイオンの製造に用いられる。水溶液中に、クエン酸、主石酸が共存すると、キレ麗と化合物を形成して溶ける。また、水酸化アルカリ溶液に溶け紫色のコロイド溶液を生じる。極めて濃いアルカリ溶液には、MN、CU4 のような銅酸塩を作って溶解し、青色を呈する。水酸化銅は、 比較的熱に不安定で60摂氏80度に加熱すると脱水して分解し黒色の酸化銅に変化する。気アンモニア水から水酸化銅を結晶化させることができるが、これによって生成した結晶性のものは若干熱に安定で摂氏100度に加熱しても分解しない。低温で水酸化銅に過剰量の過酸化水素水を作用させると過酸化銅クオニーが得られる。 ありがとうございます。